箱根駅伝総合6位の早大鈴木創士、主将を諦めたからこそ得た、もの名門復活へちょっと目は出た。第99回箱根駅伝で、早稲田大学は10時間55分21秒の総合6位に入り、2年ぶりにシードを獲得した。花田勝彦監督の新体制になり、主将の鈴木創士、4年、浜松干からだ、が、エースの井川達人、4年、九州学院、と、2枚看板、になって、チームを牽引。目標の総合5位以内には届かなかったが、名門復活への足がかりをつかんだ。井川達人が9人抜きの快走で5位に浮上、前回総合13位に沈み、リベンジを誓ったシーズンだった。昨年6月に花田勝彦監督が就任し、新体制がスタート。駅伝主将の鈴木が中心となり、チームを作ってきた。今回の箱根も1万メートル27分59秒74のタイムを持つ学生トップランナー井川と2枚看板になって総合5位以内を目指した。往路でチームの流れを作ったのはエースの井川だった。1区は全日本で学生駅伝デビューしたルーキーの増田淳平、1年、鳥栖工が務め、トップの明治大学と39秒差にとどめ14位。2区の石塚陽士、2年、早稲田実業、も、区間10位で順位をキープし、3区の井川にたすき、をつないだ。花田監督は、冷静に前を追うように指示。井川は、自分のペースを守って走った。9人を抜き去ると、区間賞まで7秒に迫る区間2位タイの1時間1分58秒で5位に浮上した。レースの出来は90点くらい。10点は、取れなかった、区間賞の差。エースとして、結果でチームを引っ張っていかないといけないと思っていた。後半の選手たちに勢いをつけることができた、と誇らしげだった。4区佐藤光輝、3年、宮崎日大、と5区伊藤大志、2年、佐久長聖、は、共に区間6位と流れを引き継ぎ、往路は5時間27分33秒の5位と吉見一につけた。鈴木創士、国学院大のルーキーとデッドヒート目標達成に向けた袋で、鈴木は小座支度や、4年、学法石川からの当日変更で7区に配置された。6区の北村光、3年、木徳がトップの駒沢大学と4分23秒差で芦ノ湖をスタートすると、区間3位の構想で2つ順位を上げた。小田原中継ぎ所で待つ鈴木は後輩からのたすきをしっかりと握り駆け出した。序盤から38秒後にスタートした國學院大学のルーキー上原龍翔、1年、北山にじわじわと迫られた。9km 過ぎからは熾烈な3位争いを展開し意地で食らいついた。最後は國學院大と13秒差の4位でたすきを渡した。1時間4分12秒の区間12位で最後の箱根を終えた。あまり調子が良くない中で最後まで使うか迷っていたと花田監督は明かす。それでも鈴木を送り出したのはチームの要だからだ。経験者としてリクエスト通り1時間4分前後でまとめてくれたと目を細めた。8区は福陽太、2年、洛南。が、区間10位で4位を維持、9区の勝負厚し、3年、西京は、区間9位と耐えるも、法政大学と創価大学に抜かれ6位に。アンカーは、学生駅伝デビューとなる菅野雄太、2年、西武学園分離、が 20km 過ぎで、法政大と創価大を捉えて、5位に再浮上した。だが区間賞を獲得した順天堂大の西澤雄心、4年、浜松干からだ、に抜かれ、10時間55分21秒の総合6位でフィニッシュ。目標達成まで、あと一歩だった。創士のチームだから全日本の出走断念で成長、鈴木は1年次から学生駅伝を経験してきた。初の全日本大学駅伝は6区間6位。続く箱根駅伝は7区区間2位で順位を12位からシード圏内の9位へ引き上げた。2年次の全日本は7区区間9位、箱根は4区区間3位で順位を8位から3位へ。3年次は怪我の影響もあり、
出雲駅伝のエントリーはなかったが、全日本と箱根で共に7区間5位と結果を残してきた。主将となった今季、全日本ももちろん走る想定で練習を積んできた。だが、大会3週間前にあった箱根駅伝予選会直後に疲労骨折が判明。花田監督から全日本の出走を断念するように言われたが、どうしても受け入れることができなかった。出たいです。鈴木は懇願した。花田監督は、箱根に向けて我慢してほしい。そして、箱根以降、つまり実業団でも活躍してほしいと説いた。そして、今のチームがあるのは、創始が背中で引っ張ってきてくれたから、創始のチームだから、と伝えた。2時間近くも話し合い、最後は監督の思いを信じ、そして自分が抜けても他のメンバーがシードを獲得してくれるだろうと信じて、諦めはついた。出走メンバーのサポートに回るのは初めてだった。そこで見えた景色があった。サポートしてくれる人がいて選手が 100% の力を出して走れる。選手だけが頑張って結果が出るような競技じゃないと分かった。今まで駅伝を走ってばかりの経験をしていた僕の中では感謝の気持ちを持つというのはいい経験になりました。今日の走りでも、いの一番に、ありがとうございます、という言葉が出たところが、人として成長したかなと思います。4年間早稲田で競技ができたこと、総楽部前監督、花田監督、切磋琢磨、してきた同期、ついてきてくれた後輩たち、長距離以外の競争部員たち、応援してくれた家族へ。鈴木は、感謝の言葉を何度も口にした。主将として、人生の中でもいい一年、早稲田大は箱根駅伝が始まった1920年の第1回大会から出場し、今大会は92回目、うち13回の総合優勝を誇る。大迫傑、ナイキ、らを擁して優勝した2011年の第87回大会を最後に栄冠から遠ざかり、名門復活へは道半ばだ。楽しいことも辛いこともあった中でこの一年は長く人生の中で考えてもいい一年だったと鈴木は振り返る。今のチームを父博久さんから聞いたくるみの話になぞらえて語った。早稲田大学というものがいろんな形で出来上がってきた思想や駒沢大学や青山学院大学に比べたら緩い環境は手で簡単に割れない硬いくるみのから。くるみを割るんだったら土に入れないと割れない。土に入れて待つしかない。すぐに何事も変わらないしできない。だからこそ、練習をしっかりやるという基本中の基本から生活面まで見直してきた。長い時間をかけてベースはできたかなと。僕が水をあげ続けて、ちょっと芽が出た。でもまだまだです。僕自身も甘いところがあった。この1年では変わりきらなかったところもあるけれど、2年後、3年後にしっかり伝わって結果を残すことにつながったら、と、これからの成長に期待した。花田監督は、早稲田大学は常に優勝を目指すようなチーム、と言い切る。今回の箱根で総合3位が見えた。総合優勝も決して遠い目標ではない。推薦入学組が、田沢、角君や、近藤、幸太郎君のようなエース格に育ってきて伊福や菅野のような一般入学組が、区間5番以内にまとめてくれば総合優勝できるようになる。来年度はもう一つ、二つ上の目標を立てたい、と、新チームを思い描く。後輩たちがこの一年があったからと思えるように、優勝してもらえれば僕はそれだけで嬉しい、と鈴木。卒業後は安川電機に進み、競技を続けながら母校を見守っていく。やっと出てきた芽を後輩たちがどう育てていくのか。名門早稲田が大きく花開く日が来たると、鈴木は信じている。第99回箱根駅伝1月に3日アット東京大手町から箱根芦ノ湖間往復の 217.1km 総合優勝、駒沢大。2年ぶり8度目10時間47分11秒2位、中央大10時間48分53秒3位、
青山学院大10時間54分25秒4位、国学院大10時間55分01秒5位、順天堂大10時間55分18秒6位、早稲田大10時間55分21秒7位、法政大10時間55分28秒8位、創価大10時間55分55秒9位、城西大10時間58分22秒10位、東洋大10時間58分26秒11位、東京国際大10時間59分58秒。朝の由美、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。